今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、背骨を整えるということで、そういう体操をねちょっとしたいと思います。で、背骨をですね整えると何がねいいかっていうとですね、僕の場合はですね結構ね寒さにね強くなったっていうのがあるんですよ。なので、背骨をですね整えることでこう姿勢も良くなるなりますし、あと猫背解消とかね、あと腰が辛いとか、あと肩がね結構痛いとかいう方も背骨を整えることでですね結構ですね楽になったりしますので、ぜひねやってみていただければというふうに思います。でちょっとやってみますね。まず、寝てみますよ。寝てみます。で寝てみてください。仰向けに寝てですね、でこのままですね手を天井にこうやって上げてみるんですね。手を天井で、このままですね親指を親指ですね、こうやって内側にこうやってするんです。わかります？もう一回やってみますね。ちょっと立ったのに親指をこうやって内側に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 、わかります？今親指前へ習いみたいな手をして、このまま親指を内側に内側にすると小指がですねこう天井を向くと思うんですね。この体勢をですね寝たまんまで作っています。こうして小指が内側に来る。そしたらですねおへそを見ながらこう起き上がってきます。ふーっと、なるべくこの体と腕が一直線になるような、ちょっときついと思います。で、このまま内回しでふーっと息吐きながら、こう回してみます。内回しです。内回し、ふー。10回ぐらいで回してみてください。で、終わりましたら、ゆっくり元に戻して、ちょっと一息。はい。今、前にね、体の背骨を前に倒したんですけど、今度はね後ろに倒してます。手をまたこう天井に上げてもらって、今度は親指を内側じゃなくて外側にねこうやって回してます。その時一回ですね親指を内側にして外にこうしてみてください。ぐるぐるっと、わかります？もう一回やってみますよ。立ったままで親指を内側にしてぐるぐるっと外にして、はい、これを寝たままでねちょっとやってみますよ。親指を伸ばしたまま内側にして外にして、そしたら肘でですね床をぐーっと押しながら背中をね今度は反らしてみます。で反らしたままで外回しにこうちょっとしてみてよ。外回し、でゆっくりちょっと楽にしますよ。今前に背骨を倒したのって後ろに反らしたのをちょっとやったんですけど、今度はですね前後やったんで左右右と左でこうやっています。今度は体をですね上半身右に倒しています。右、はい、で両手をですねこうまた天井に出したら、はい、今度は右手をですねぐーって言って外回しにしてみます。左手を内回しにしてこのまま右回しにねこうやってぐるぐる回してみてください。ぐるぐる、はい、10回ぐらいで回して、はい、で今度は戻したら今度は左に倒してですね両手を天井にして、左手を内回し、はい、左手は外回し、右手は内回しにして左回しでこうやって回してみます。はい、こんな感じで10回ねこう回してみて、10回ぐらいで回してみてください。はい、こんな感じでこういう、もしできればこう3セットぐらいねちょっとやってみて、ね、いただければと思うんですね。
前、後ろ、右、左と。で、そうすると結構ですね、楽にね、背骨が動かしやすくなるんで、ぜひねやってみていただければとね思います。はい、今日もありがとうございます。